ジェファーソン軍はアメリカ合衆国入りの一州に位置する軍である。2015年現在人口は約38,350人である。ここの軍庁所在地はマウント・バーノンである。アメリカ合衆国統計局によるとこの軍は総面積1,512平方キロメートルである。このうち1,479平方キロメートルが陸地で33平方キロメートルが 水地域である。総面積の2.19%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口4万45人、1万5374世帯、及び1万561家族が暮らしている。人口密度は27平方キロメートルである。11 平方キロメートルの平均的な密度に16,990件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は白人89.87%、アフリカン・アメリカン7.83%、先住民0.21%、アジア0.47%、太平洋諸島系0.01%、その他の人種0.45%、及び 本決1.16%である。ここの人口の1.33%はヒスパニック、またはラテン系である。この軍内の住民は24.20%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.80%、25歳以上44歳以下が28.40%、45歳。 以上64歳以下が23.30%及び65歳以上が15.30%にわたっている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は104.10 10人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は104.10 10人である。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は33,555ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は41,141ベイドルである。男性は34,089ベイドルに対して、女性は21,015ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は16,644ベイドルである。人口の12.30%及び、 家族の9.10%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の14.00%、および65歳以上の11.80%は貧困線以下の生活を送っている。Find, A-County, National Association of Counties. http://www.naco.org スラッシュカウンティーズスラッシュページーズスラッシュ fintacounty.aspx2011 年6月7日閲覧アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー。 http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。